静岡県静岡市清水区の清水港にほど近いマンション、こちらの住民の、方のご協力もありまして、マンションのベランダからお伝えしていきます。こちらでは今今日一番の強さ、雨風の強さが一番となっています。風が強くなってきまして、横殴りの雨となって体に今強く打ち付けています。天候だけでなく視界もかなり悪くなってきています。白く霞んでいまして、海面の様子を、はっきりと確認することはできません。そして港の様子を見ていただきますと、街灯があるあたりは普段陸地なんですけれども、すっかり海面も上がってきまして、陸地と海面の境目が分からなくなっています。現在ちょうど満潮時刻を迎えました静岡市清水区なんですけれども、波によって打ち寄せられた漂流物が道路のあたりまで打ち寄せられているのがお分かりいただけるかと思います。その漂流物がですね、どんどん波が打ち寄せることによりまして散乱し続けています。また波が道路に打ち寄せたまま、水は引くことがなく溜まったままで、時折車が走ることはあるんですけれども、水しぶきを上げながら車が走行している様子を確認することがありました。港の中にですね、2時間ほど前ですか、ライフジャケットを羽織った人たちがですね、土のうを置きに来たんですけれども、土のうがすっかり浮いてしまっています。その役割を果たせずにいます。はい。現在満潮時刻を迎えている静岡市清水区、この後も地元住民の方々の強い不安は残っていきそうです。以上、静岡市清水区からお伝えしました。